文頭の前までですね、私もね代表としても言いましたので、今日文頭を志した仲間を一応代表して、真っ先にご挨拶をさせていただきます。私は、ね、今非常に、ね、痛快な思いでおります。今日ですね、準備会で別室で集まった20人の仲間と席を同じくして、私の心境はですね、何と言いましょうかな、打ち入りの前夜にですね、介護した忠臣蔵の赤穂浪士のですね、思いのような気がいたしました。これで本当に気持ちがさっぱりしましたしですね、まあ、今の記者会見で申しましたがね、江戸の武士たちがですね、信奉した陽明学の言葉にあるように、やっぱり自分の志というものをですね、やった限り、それをね、実行しなくてはね、要するに孔子の説いた人間の一番の最高の徳である仁というものが成就しないということで、私たちはですね、これからやっぱり至難の道があるでしょうけども、それを確保して、今日20人の仲間、女性も、ね、踏まえたですね、含めたですね、心強い同士が集まって、これからの至難の道を歩む決心をいたしましたが、まあ、そういう点でですね、これから私たちがこの地に対している日本の政治にですね、一石を投じることができれば幸せだと思ってますし、それがまたその苦難の道だろうと、それをあえて行うことが、私たちを選んでくれた国民に対する私たちの真偽のマットだと思っております。そういう点で、これからいろいろご批判もあるでしょうけども、足らないところもあるでしょうけども、私たち身命を落としてですね、本当の保守、新しい保守というものを、ね、実行していきたいと思っておりますので、これから一つ皆さんに期待をしていただきたい、これあえて申しますが、私たち身命を落としてやりますので、期待してください。ありがとうございました。